3月8日から3日間、宮城積水ハイムスーパーアリーナを会場に羽生結弦さんの祈りが込められたロッテステラータ2024。開演直前には10日の最終公演の様子がテレビ初放送されることが報じられ、羽生さんの優しい祈りと演技が続くことに喜びの声が寄せられています。昨年に続き今年も13年前の3月11日に向けて開催された今公演ですが、羽生さんの中では昨年との大きな違いがあったようで、前回は正直僕自身も辛い気持ちのままでした、でもその中で皆さんから希望とか勇気とか元気とかいろんなものをいただけたので、そういう意味で今回は僕があの時にもらったものを皆さんにもっともっと返したい、希望を届けたいと思いましたと、前向きに歩み続けていくことを発信していくことをコンセプトに、大地真央さんとの力強いコラボや新プロダニーボーイを決めたそうです。そんな羽生さんが届けたいメッセージはしっかりとファンの方々に伝わっており、10日の最終公演会場やライブ会場、そしてお茶の間配信会場に集まったファンの方々は、羽生さんの力強いスケーティングや華麗なジャンプ、そして MC の言葉一言一言にうなずき感涙。この日も開幕からロッテステラータのビールマンスピンで魅了すると、大地さんとの美コラボカルミナグラーナでは、運命の女神に翻弄されながらも力強く生きる青年役で感動を誘います。そしてダニーボーイでは力強く生きる未来に向かって祈りを捧げていました。これら羽生さんの演技たちを通してファンの方々は明確なメッセージを受け取ったようで、昨年公演ではずっと終わらないでほしいとの惜しむ声が世界中から寄せられていましたが、今回はそれらの言葉以上にありがとうございますとの感謝の声が。今回は開演前のリハーサルの様子から配信や公開が行われていたことに加え、これまでも今公演のことを報じてくれていた日テレのニュースエブリィから、月曜の3月11日に今公演の様子とともに羽生さんが被災した方々と交流した様子なども放送される予定となっているのです。またこの最終公演が始まる直前には BS 日テレでこの日の公演がテレビ初放送されることも報じられており、これにはファンの方々も驚き、3月28日21時から2時間半にわたって公演のすべてが放送されるようで、羽生さんの優しさに称賛の声が寄せられていました。昨年公演は DVD と円盤化され、多くのファンの方々のコレクションとなり、今回もテレビ初放送されるなど、どれだけ忙しくても全方向に気配りできるマンの羽生さんの優しさがあふれ出し続けていました。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。素晴らしいショーに感動しっぱなしのラスト、羽生くんからのメッセージは受け取ったよ。仙台まで来てよかったと思えた感動のショー、出演してくださった皆様も本当にありがとう。前向きになれた人は多かったと思う。羽生くん、こんなに感動できる幸せを本当にありがとうございます。いまだに言葉にできないほどの感動、この感動をこれからもずっとずっと羽生くんから受け取らせてほしい。今日の公演では希望を持って生きてほしいと強く感じました。終演後涙が止まらなかった。感動をありがとうございました。羽生さんの祈りと希望が私の心深く深く刻まれました。感謝しかありません。
生さんの苦難、それを消化するような純粋さ、優しさ、誠実さを思い、不覚にも涙が溢れてしまいました。この感動をどんな言葉で表したらよいのかわからない。羽生さんはただただ輝いてたし、ただただ美しかったわ。羽生くん、最高すぎるショーをありがとう。あなたのスケートから溢れ出る希望を受け取ったよ。スケートからも言葉からも羽生さんからの優しさがにじみ出てた。力強いメッセージをありがとう。生きることの痛みを分かち合い、スケートで希望を示そうと滑る羽生くんの温かさと勇気と努力にとても心が柔らかくなりました。感動して魔法にかかったままですが、テレビ初放送まで待てる気がしません。リプレイとはまた違う涙が出た今回、これは抜け出せないこと間違いないので、 DVD 販売と毎年開催を約束してほしい。対楽公園のテレビ初放送のお知らせありがとうございます。現地で体感した感動を思い出し、当日を楽しみにしてます。このノッテステラータ、毎年このような形で続けていただけたら嬉しいです。もうこんなに感動できるスケーターは出てこないんじゃないかな。この時代に生きててほんとよかった。宝物のような言葉の数々、ずっと忘れたくありません。見せるプロ、そして語ってもプロ、羽生結弦とはなんて人なんだ。